これをやればお金が貯まります。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回はウォーレン・バフェットの投資術、最短でファイヤーを達成する方法について解説していきます。お金持ちと貧乏人は何が違うのか。1年は1日24時間で365日ある条件は同じで、真面目に働いているにもかかわらず貧富の格差が生まれています。自分が働いて得られる収入には限界があります。今の年収以上を稼ごうと思ったら寝る間も惜しんで労働を増やすしか方法はないです。しかし家族と過ごす時間が減ったり、プライベートの時間を犠牲にしなければいけないです。一方でお金持ちになる人は積極的に人や物にお金を投資して資産を構築できる状態を作っています。これはお金持ちだからやっているのではなく、投資をやったからこそ資産額が伸びてお金持ちになっています。またお金持ちは積極的にお金が増えることに投資をします。株式投資や不動産投資は富をもたらしてくれます。本を読む、セミナーに参加をする、コンサルを受けるといった自分自身のスキル向上のためにお金を使うことも富をもたらしてくれます。逆にお金が増えない人は富を生まないものにお金を費やしてしまいます。漫画を買う、ハイブランドを買う、大型テレビを買うなど収入が増えることがないものにお金を使ってしまいます。お金が増えないものにお金をかけてもお金が増えるわけがないです。世界のお金持ちトップ100人のすべてが投資家と経営者です。そして世界一のお金持ちが投資の神様と呼ばれているウォーレン・バフェットです。今回はウォーレン・バフェットが実際に行っていて推奨している投資方法や考え方について9個のアクションプランを解説します。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、投資とトレードの違いを知る。多くの人が投資と聞くと FX や仮想通貨などのチャートを見て取引することを想像します。しかしバフェットが言っている投資は別物です。トレードとは価格に資金を投じることを指して投機とも呼ばれています。株式投資でいうと株価に着目をして取引をすることがトレードになります。トレードでは自分で取引をして利益を上げなければいけないです。つまり自分の時間を切り売りすることになります。一方で投資とは企業価値に焦点を当てたものです。つまりその企業が伸びるか伸びないかを判断して資金を投じるものです。その企業に勤めている従業員や役員に対して資金を投じて利益を得るスタイルのため時間が空きます。つまり投資とは人にお任せすることの究極形です。続いて2個目、お金に対するマインドを変える。僕たち日本人はお金の勉強をする機会がほとんどないです。しかしアメリカでは金融を学ぶためのカリキュラムが存在します。そして当たり前のように金融を学んでリテラシーを高めた多くの人が投資を行っています。一方で僕たち日本人は家庭のレベル感がそのまんま自分のお金に対するレベル感になっているケースがほとんどです。日本はダメだダメだと思われることが多いですが、資本主義かつ民主主義という国では世界第2位の国です。お金の市場規模は GDP で決まります。 GDP で見ると1位がアメリカで2位が中国です。しかし中国は民主主義ではないため個人の財産という考え方がないです。つまり中国では個人でお金を増やす意味があまりないってことです。個人の財産が守られていないためどれだけ財産を築き上げても一瞬で奪われてしまうのが中国です。しかし日本は環境とルールが整っています。自分の財産を増やすことが自分の人生を変えることに直結します。資本主義というルールかつ民主主義という国では日本はアメリカに次いで世界2位の国です。日本は頭のいい人がたくさんいるためお金持ちも多いです。そのため国も潤ってお金持ち国家ですが、お金を持っていない人も多いため国はお金持ちなのに国民は貧乏であるというのが悲しい事実です。なぜ国はお金持ちなのに国民が貧しいのかというと、
国によるお金の教育がなく、お金持ちイコール悪者という考え方が古くから根付いてしまっているからです。そのため本当は環境が整っているのに、マインドやノウハウが整っていないために、日本人のほとんどが貧しい状態です。海外ではお金持ちイコールヒーローで、海外の映画でもお金持ちが称えられていることが多いです。しかし日本ではお金持ちイコール悪役のため、稼ごうとする人も少ないのが事実です。まずはお金持ちイコール悪者という意識を変えて、稼ぐことは悪くないことだと認識をして、お金に対する知識を仕入れてください。3個目、資本主義のルールを理解する。投資で利益を残したいと心の中で思っていたとしても、資本主義のルールを知らない人があまりにも多いです。まずは正しいルールを知る必要があります。資本主義のルールについて簡単に説明をすると、年数を重ねれば重ねるほど、お金持ちはさらにお金持ちになって、貧しい人はさらに貧しくなることです。経済的に裕福でない人は厳しいのではないかと疑問に思うかもしれないです。ここで税金という概念が出てきます。税金はたくさんお金を持っている人から多くいただいて、低所得者の人に分け与えて中間層を作るのが本来の役割です。しかし実際は所得が高い人の方が払う量が少なくて、所得が低い人の方が多く払っています。企業の場合、法人税以外の消費税が返ってくるケースがあります。一方サラリーマンの場合は、返ってくることもなければ節税方法もないです。また法人とサラリーマンではお金を使う順番が異なります。法人の場合はお金を稼ぐ、お金を使う、残ったお金で税金を払う順番です。一方サラリーマンの場合は、お金を稼ぐ、税金を払う、残ったお金を生活に使う順番です。実質売上から税金を取られてしまうのがサラリーマンであり、売上から経費を引いて残ったお金で税金を払うのが法人です。つまり実質サラリーマンの方が払っている金額も税率も高いです。これがサラリーマンと経営者の大きな違いです。所得が高いとは自分のビジネスを持っている人が多く、所得が少ないとはサラリーマンが多いですが、残念ながらサラリーマンの方が実質の税金額も多いのが現実です。サラリーマンにはお金の循環がなくて、お金が入ってきたら取られることになっていますが、法人は売上からお金を使って、残ったお金で税金を支払って、使ったお金でまたお金を増やすお金の循環があるため、お金がどんどん増えていきます。そのためお金持ちはさらにお金持ちになって、貧しい人はさらに貧しい人になります。あなたが今日から考えることは、意識的にお金持ちの層に移行する意識を持って、お金を使っていく必要があります。4個目、年間の支出を把握する。ファイヤーを目指すのであれば、まずあなたが年間の収入に対して毎年どのくらい支出があるのかを計算してください。今の財布の状況を理解できていなければ、これからのあなたにいくらの資産が必要なのか理解できずに、投資を行う目的が定まらないです。おすすめは家計簿アプリを使うことです。アプリを使うことによって毎月の支出額を自動で出してくれるため、分かりやすくて継続性があります。毎月家計簿をつけているとあることに気がつきます。それは無駄遣いです。あなたの中では無駄遣いしていないと思っていても、毎月の支出額を見てみると必要のない出費があるパターンが多いです。家計簿をつける中で不必要な支出はどんどん減らしてください。減らす基準としては3ヶ月以上使用していないものです。代表的なものはサブスクです。娯楽系のサブスクや携帯の電話回線も含みます。あとは毎月の固定費を抑えるのも一つの手です。家賃が少し高いと感じるのであれば、今よりも家賃の安い部屋に引っ越しを検討してください。水道光熱費が高いのであれば、水道や電気の会社を乗り換えてください。毎月の電話料金が高いのであれば、格安SIMに乗り換えてください。
支出を少し減らすだけでも投資に使える金額が増えるため、その分だけ経済的自由を得ることに一歩近づくことができます。そしてファイヤーを実現させるためには年間支出の25倍の資産が必要とされています。例えば年間の支出が120万円だとしたら、ファイヤーに必要な資産は25倍の3000万円になります。目標が定まればあとは資産を形成するだけです。5個目、おすすめの投資法2選。バフェットが実際に行っていたおすすめの投資法を2つ紹介します。1つ目は株式投資。株式投資が良い理由はインフレに対して強いからです。日本はインフレの国のため物の値段が上がっています。物の値段が上がっていく中で株式投資はそれに対応する能力があります。投資をするべき対象は利益が右肩上がりに伸びていくビジネスです。つまり株式投資をする上で勝手に利益が上がる仕組みに財産を預けるため、右肩上がりに財産が増えるのは当たり前です。続いて2つ目、バリュー投資。バフェットがやり続けた投資で結果を出すためにやることは次の2つです。いい会社を選ぶ、適正価格で購入する。いい会社とは儲かり続ける理由がある企業です。株価を決める要因は割安、成長、人気、この3つです。割安や成長は業績に対する言葉です。業績や売上に対して株価が安くて利益が伸びていることを指します。ただ人気に関しては少し特殊な要素があります。人気のあるものや世の中が注目しているものは値段が上がります。逆に人気がないだけで物の値段は下がります。つまり人気は物の値段を決める上で上がり下がりが直結する要素です。しかしこれは投資家からするとどうでもいいものです。投資家の仕事は割安や成長を見極めることだからです。人気の上下を追いかけていくのはトレーダーの仕事です。同じ株価を見た時に見ている要素が違うため、トレーダーと投資家はやることが異なります。投資家は儲かり続ける企業を選別して資産を預けることを行います。6個目、儲かり続ける企業を選ぶ。何らかの理由でライバルが出てこないビジネスはかなり強いです。バフェットはライバルが出てこない銘柄だけしか買わないです。ビジネス自体が特許や著作権のような法律で利益が守られているビジネスモデルを4つ紹介します。1つ目、国益に絡むビジネス。国益に絡んでいるビジネスをやっている企業はほとんど倒産するリスクがないです。リーマンショック時にフォードは倒産しかけました。その際にフォードを助ける決定が下りました。その理由としてフォードは戦車を作っていたからです。日本で同じようなことを行っている企業があります。それは小松製作所です。工場の中に戦車を作っている場所があります。このように軍事産業に関わっている国益に絡むビジネスは倒産のリスクがかなり低いです。2つ目、ブリッジビジネス。人と人を出会わせるビジネスをブリッジビジネスと言います。このビジネスモデルを採用している企業として Google があります。 Google は情報発信をしたい人と情報を集めたい人たちをつないでいます。また Amazon も物を売りたい人と物を買いたい人が出会う環境を作っています。他にもマッチングアプリもブリッジビジネスに含まれます。ブリッジビジネスは顧客が求めるものをくっつけることをやっていれば絶対に儲かるビジネスです。3つ目、スイッチングコスト。何かを切り替えるのがめんどくさい気持ちのことをスイッチングコストと言います。手に入る結果は同じなのに別のものに切り替えることで得られる成果は何もないです。そのためリピーター率が極めて高いです。だからこそお客様からずっと使い続けてもらえる可能性が高いビジネスモデルです。例えば会計ソフト業界です。使用している従業員からすると税務署などに提出する書類は同じなのに、わざわざ会計ソフトを変更するメリットが見当たらないです。切り替えることがめんどくさいという業界の特性を持っています。また携帯電話の解約手続きも同じです。続いて4つ目、規模の経済。大量に生産をして大量に販売するビジネスモデルのことを規模の経済と言います。規模の経済はコストを下げて安くすることができます。規模の経済はコカ・コーラやペプシなど海外の有名企業も採用していますが、日本の企業も行っています。パナソニックやシャープや東芝が
戦後のバブルの時にテレビや冷蔵庫を世界的に販売する時に使用しました。このやり方の一番のポイントは大量に作ることではなく売り場を先に確保することです。先に売り場を確保しているからこそ大量に生産した時に売ることができます。こういったビジネスモデルは真似しようと思っても真似できないのが現実です。つまり規模の経済はかなり簡単なビジネスに見えますが後から真似できないような仕組みになっています。規模の経済は消耗品と相性がいいです。飲み物は生活していれば喉が渇いてその度に飲みたいという需要が生まれてきます。生活に必要な消耗品を作っているメーカーはかなり強いです。以上のビジネスモデルを持っている企業は良い会社と呼んでもいいです。株式の購入の際はこれらのビジネスモデルを持っている企業を選定してリストアップをしてみてください。7個目、銘柄を買うタイミングを見極める。銘柄を買うタイミングを見極めるには〇〇ショックと呼ばれる出来事に敏感になることです。2008年にはリーマンショックが起こりました。2020年にはコロナショックが起こっています。この〇〇ショックが起こった時はどんな時も買いのタイミングです。あなたがやることは2つです。〇〇ショックが次のタイミングで起こる。その時までに企業のリストアップを済ませておいて資金の準備をすることです。そしてそれまでに少額でもいいので投資の経験をしておくことです。そういう準備をやっておいてまさにその問題に直面した時にまとまったお金をリストアップした会社に投入すると財産を簡単に作ることができます。バフェットはこのやり方を繰り返しているだけです。特別なことっていうのは何も行っていないです。長期投資は多くの人はやりたがらないためずっと穴場な市場です。世の中は短期的に稼ごうとする人ばかりです。そういう人たちは最終的にはパチンコや競馬に手を出して逆に財産を失ってしまいます。長期目線で動いた方がリターンはかなり高いです。複利の力を使ってきちんと利回りを追いかければ100万円や200万円といったお金でも十分に資産を作ることは可能です。8個目、行動する。世の中には2種類の人間がいます。それは素早く決断をして行動できる人間となかなか物事を決めることができずになかなか行動できないもしくは行動するまでに時間がかかる人間です。世の中で経済的自由を手に入れている人やセミリタイアを実現させている人は当然のことながらすぐに行動した人です。周りを見渡してみると会社や周りの環境の愚痴を言っているだけで自分の力で何も変化を起こそうとしない人ばかりです。だからこそ今こうやって行動をしてこの動画を見ていただいたあなたには投資の世界でコツコツと資産を積み上げて経済的自由を手に入れて理想のライフスタイルを確立してほしいです。人生は何度もチャンスは訪れないです。続いて9個目、投資をする上で気をつけるポイント。株式投資を行う上で注意すべきポイントを紹介します。1つ目、投資で勝っていない人の話を聞かない。当たり前の話ですが投資で勝っていない人の話は絶対に聞かないでください。 YouTube や SNS などで過去の経験をもとに株式投資の情報発信をしている人を見かけます。しかしそもそも株式のマーケットは今この瞬間もずっと変わり続けています。だからこそ今の市場を見続けている人から学ばない限り正しい投資のスキルを得ることはできないです。2つ目、短期的な欲求に惑わされない。最終的に経済的な自由を手に入れる人は長期的な目線を持って投資に臨んでいます。短期的な欲求に負けてトレードやギャンブルに走ってしまうと資産を増やすどころか逆に減らしてしまう可能性があります。そしてバリュー投資を行う時も長期的な目線がなければ正しい企業分析ができないです。冷静になって長期的目線で物事を考えることを忘れないでください。解説は以上です。あなたは世界一の投資家のノウハウを知ることができました。投資をする理由がいかに大事かを知れたはずです。投資の理由を説明できない投資は投資ではなくて単なるギャンブルです。最初からバフェットのような成果を出すことは難しいですが今回紹介した内容を少しでもいいのでやってみてください。そして少しでもチャンスを感じるのであれば株式投資を始めてみてください。
今の日本は暗いです。テレビをつけてもやるせないニュースばかり流れています。日本の美しさや仕事の楽しさを見失ってしまうのは人生の選択肢が狭くなっているからです。投資を通じて経済的自由の選択を持つことができれば人生の楽しさに気づくと思います。今回をきっかけに経済的自由の選択を持つ人が増えると嬉しいです。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。